お願いします。よろしくお願いします。聞こえてますかね。AWS 中上級者へのステップアップのためのテラフォームというタイトルで発表させていただきます。最初、自己紹介です。私、福本と言います。株式会社アイシンに所属しておりまして、役割としましてですね、アイシングループ全体のクラウド推進組織、CCOE のリーダーをやっております。で、あとは、これはまた別なんですけど、お客様向け用のビッグデータプラットフォームのプロジェクトリーダーなんかもさせていただいております。で、今日のお話なんですけど、IT が苦手な製造業の中でリスキリングのためにテラフォームを使ってみた話です。で、ちょっと毛色が違うと思います。で、技術的な話っていうのは今日はなしかなと思ってます。で、弊社のですね、事例でしかないので、当てはまらない会社さんも多数あると思いますので、お話として聞いてください。ちょっとこんなんで苦労してる人もおるんだなと思って、軽く聞いていただければありがたいです。はい、アイシンです。でかいんですけど、結構地味な会社だって僕は思ってます。最近ホームページに3分でわかるアイシンっていうのが出てきたので、ちょっとこれで紹介させてください。1965年に設立されたですね、自動車系のサプライヤーになります。一応、グローバルで、トップ10以内に入ってる、ギリギリ入ってるらしいです。売上規模も4兆とか、わけわからん数字が並んでます。で、どんなのを作ってるかっていうとですね、パワートリン系、ミッションだったりとか、車体ボディですね、系、アフターマーケットの製品だったりとか。で、走行安全と呼ばれる、安全系のシステム、ブレーキとかですね、自動駐車のシステムとか。で、あとはカーナビゲーションだったり、これがクラウドっぽい、そのシェアリングサービスとか、そんなことをやっております。で、グローバルの拠点、グローバル的にですね、20を超える地域と12万人の従業員がいるっていう、もうわけわからん数字の会社でございます。で、グループ会社が200社を超えるっていう状態になっております。で、その中でちょっと特徴的なのが、この IT に関するところに関しては、本社が一手に引き受けるっていうのがありますので、今日みたいなクラウド周りの話っていうのは、ちょっと一手に引き受けてるよっていう感じになります。で、自動車業界においてですね、100年に一度の大変革期って言われてもう久しいんですけど、ご存じない方も多いと思います。環境規制ですね、CO2 の削減しなさいよとか、技術革新、まさにここにいる皆さんの話だと思うんですけど、車とクラウドつなぎましょうねとか。バッテリーとか、そういった新しい技術。AI もそうですし。で、保有からしようっていうような、ユーザーニーズの変化ですね。買うではなくて、先ほどのキントさんもそうかもしれないですけど、ライドシェアとか、そういった新しい世界になってきてるっていう世界になります。で、弊社もですね、純粋なこれまでのゴリゴリの製造業から、IT を中心とした、業種へシフトしなきゃいけないと考えてます。もちろん製造業も残りますけど。で、今、弊社で掲げている、ちょっとビジー内でも恐縮なんですけど、やっぱり開発においてもソフトウェアファーストにしていかなきゃいけない。クラウドもちゃんと使ってね、ソフトウェアファーストで開発していくとか、IoT、工場 IoT ですとか、車両ビッグデータとか、そういった領域をどんどん手を出していくというようなことを今、目指しております。はい。もう事例ばっかで、お話で聞いてください。事例です。弊社でやってる事例です。こちら、ちょいそこっていうサービスで、これは、AWS 上で作ってるんですけど、移動困難者ですね。免許返納された方が移動できるようにですね、乗り合い支援ですね。車を出したりとか、乗り合いの、順番を決めたりとかするシステムなんかも作ってます。これなんかもちょっと最近面白くて、リアルタイム音声認識アプリ、俗に言うテキストトゥースピーチですね。左なんかはですね、弊社の工場なんか海外の方もいらっしゃるし、お耳が悪い方もたくさんいらっしゃるので、その方とコミュニケーションを取るための仕組みとしてですね、テキストトゥースピーチを作っております。で、最近ではそのオープン AI なんか使って、会話の要約して出しちゃうとかいうこともやってたりしますし、同じ技術を自治体さんとかにお納めさせていただいていて、で、職員さんと、ご高齢の方とのコミュニケーションが取りやすくするっていうこともやってたりします。で、次に、これちょっと面白いんですけど、もういかにもみたいな名前で、名前大丈夫かよっていう話なんですけど、アイシンチューブっていうのを社内でやってまして、簡単に言うと、いろんなマニュアルとか手順とかをもう動画にしちゃってます。ジグっていうんですけど、こう、
製造的なやつとか、そういったものの手順とか、あと人事のルールとか、そういったものも動画化して、社内で動画配信サイトを作ってますし、まあ、こういった撮影スタジオなんかも社内にあったりします。はい。まあ、それ以外にもちょっといろいろあったりしまして、例えばその、道路補修支援、自治体さんとこれもやってるんですけど、車のセンサーデータをですね、まあ、どんどん、AWS 上にアップロードして、そのデータから分析して、路面の穴ぼことか、ひび割れとかを検知して、まあ、道路補修につなげるよみたいなサービスとか、まあ、そういったものをいろいろやっております。はい。で、そんな中で課題がちょっといっぱいありまして、まあ、いろいろ取り組んでるんですけど、まあ、基本製造業なんですね。なんで DX、IT の取り組みというのは弱いですと。で、先ほどみたいなやってる内容ではなくてですね、人材にちょっと問題があると考えています。何かというと、ベンダーさんの依存度が高い。とにかく内製化が進んでないっていうようなのが今、弊社の課題になっております。で、これ経産省のデータですけど、2025年の崖とか、2030年問題って聞かれた方も多いと思います。2025年にはレガシーシステムが、まあ、どんどん寿命が迎えちゃうよとか、2030年には80万人の IT エンジニアが不足しますよとか、まあ、この時になって弊社なんかがこれ作ってってお願いしてもですね、多分受け付けてもらえないとか、そんな世界が来ると思っています。まあ、そう、やはり内製化っていうのを主軸にしていかないと、まあ、戦えないかなと思ってます。はい。で、私 CCOE っていう形で、まあ、クラウド推進のリーダーなんですけど、で、弊社 CCOE でちょっといろんな4つの領域を掲げてやっております。コミュニティですね。まあ、このクラウド相談駆け込み寺っていう感じなんですけど、まあ、コミュニティ立ち上げて今1000人ぐらいの人が集まってる状態ですね。で、まあ、AWS とか Azure のアカウントを管理するような人たち。で、あとはスキルですね。今日の本題ですけど、スキル。で、各種セキュリティ担保っていう領域で、組織立ってやっております。で、今日はまあ、先ほどから言ってるとね、スキルの話になります。で、弊社従業員のじゃあ IT の技術レベルどうなんだっていうとですね、まあ、左側望む姿、現状っていうのを出すんですけど、まあ、望む姿はやっぱエキスパートがいて、中級者がいて、初心者がいてっていう世界が理想かなと思ってます。まあ、現状は右側みたいな、ほとんど 無関心っていうのは、ベンダー投げりゃ OK って思ってる人ですね。で、初心者。で、エキスパート中級者。まあ、これ、絵で見るとちょっといそうなんですけど、実際ほぼいないです。そんな世界になってます。まあ、本当は中級者を中心に、まあ、内製もできるし、ベンダーさんとの協力もうまくできるっていう体制が理想かなと思ってます。で、まあ、初心者とか無関心層へのカリキュラムっていうのは、実は今はもう作りやすいですね。まあ、それこそ聞いたとかも、全ブログとかもありとあらゆることもありますし、e ラーニングも山ほど用意されてると思ってますと。ただ、その、大体それをやらせてもそこで止まるんですね、大体。弊社の話です。弊社の話です。弊社の話です。製造業の弊社の話です。成長が初心者教育で止まっちゃう。で、これはもう先ほどから言ってるベンダー依存度の高さですね。初心者教育受けました。あとベンダーさんよろしく。みたいな話で、そこで止まっちゃう人がどう多数いるというのが現状でございます。じゃあ、ここ、初心者から中級者ってどうやってやったらなれるんだっけっていうのをちょっと今考えておりましたと。で、ちょっと自分をちょっと振り返ってみますと。私実はですね、まあ今こうやってテラハシコープのイベント出てますけど、全く関係ない仕事をずっとやってました。まあ、カーナビゲーションの開発で、仕様検討とか顧客調整メインで、まあ設計経験なんてゼロです。で、それがですね、なぜか、まあビッグデータやりたいって始めて、ゼロから AWS と Python 一人で始めて、で、まああれよあれよという間にですね、いろいろあって、その製品化まで持ってったっていう実績があるので、まあおかげでなんかエキスパート扱いしてもらっているという状態でございます。で、私が AWS が一番理解進んだのが何だったかっていうと、こう、テラフォームなんですね。もう 100% 主観ですけど、僕がもう IT、サーバー何それって思ってた時に AWS 始めて、で、テラフォーム始めてから一気に理解が進んだっていう経験がございます。じゃあ、それをちょっと教育プロセスに組み込んでやってみようと思って、今回というか、ちょっとしばらくやってます。で、初心者向け。に関しては、まあ、先ほど言ったように e ラーニングを適当に Udemy とか使ってやっております。で、中級者向けに、テラフォームを使ってみようっていうのをちょっとやっておりまして、こんなことをやっております。まあ、基礎講座ですね。基礎
学習をやります。まあ、テラフォーム IAC すら知らない人たちですので、当然。その人たちに基本的なことを教えます。まあ、ただし、テラフォームのガチ勉強はしないように止めます。プラン、アプライコマンドができれば OK。EC2、VPC が作れれば OK で止めます。もうモジュールとかですね、難しい話はしない。意図的に。まあ、それも混乱しちゃうんですね。弊社の場合は。難しい、わからない、もうベンダーに任せようってなっちゃわないようにしたいので、ちょっと止めます、ここで。まあ、これだけできれば十分かなと思ってます。で、次に、まあ、フォーマー2っていうのを使ってます。まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、AWS のアカウント内の既存リソースから IAC コードをこう出してくれる素敵なサービスですね。もちろん完璧なものではないんですけど、まあ、いい感じで出してくれるサービスです。まあ、次に何やるかっていうと、その初心者向け講座で作ったリソースをフォーマー2で TF ファイルを生成してあげると。で、まあ、だいたいわかると思うんですけど、今度は逆やるんですけどね。生成した TF ファイルから AWS リソースを作成するっていう、まあ、簡単なことなんですけど、まあ、実際これ一発でうまくいくわけないんですね。ここの試行錯誤をしてもらうってことが一番のレベルアップになると考えてますと。で、まあ、具体的にどういうことをやらせてたか、まあ、やらせようとしてるかなんですけど、まあ、生成した左側が TF ファイルですね。フォーマー2で生成したもの。で、右側はテラフォームの公式ドキュメントなんですけど、この対比作業をちょっと頑張ってもらうっていうことをやってもらってます。で、なんで公式ドキュメントかっていうと、僕、テラフォームの公式ドキュメントってすごくいいなと思っていて、こうなんだろう、各設定項目のサマライズした項目、概要というか、と、細かいものは公式ドキュメントに書かれてる、飛ぶリンクが貼られてるということで、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、AWS の公式ドキュメントだけで理解するのってなかなかヘビーなんですけど、こういったこのサマライズされた項目と公式の対比がしやすいっていうのですごく勉強になるし、実際こういったことを知ってるかどうかが、まあ、初心者かどうか の分けていくのかなと思ってます。そうですね。生成した TF ファイルから、こうやってドキュメントでの試行錯誤を頑張ってもらうことでレベルアップしていくよっていうのを、ね、目指してます。で、まあ実績ですね。これで実際やってみましたと。まあ言うてもまだカリキュラム化できてませんので、まあ20名程度の、まあ、新入社員ベースの子たちでやってみてます。で、まあ弊社の場合ですね、そもそも IT が得意な子が入ってくる可能性の方がはるかに少なくて、まあ Linux のコマンド一つ触れない子たちなんですけど、まあこういうことをやらせてあげるとですね、1年ちょっとである程度のレベルで、まあ開発に入っていたりとか、今後その後の成長もちょっと見込めてるなっていう状態を見ております。なので、今後としてですね、やっぱこのカリキュラム化がまだできてない、ちょっと独自活動チックになっているので、ちょっとカリキュラム化してですね、ちょっとグループ全体の底上げをしたいなと思ってます。はい。ちょっとまとめです。ちょっと早いですけど、ちょっとまとめです。まあ、弊社みたいにですね、IT 系の会社じゃない人たちって、よく、まあ、これから AWS とかの、まあ、Azure も全然 GCP もだと思うんですけど、人材育てたいよ、ゼロから育てなきゃいけないよっていう方もいらっしゃると思います。まあ、そういう場合にですね、テラフォームを早めに教えた方が、多分成長スピードが早いかなと思っております。私自身が、まあ、本当に、テラフォームのおかげで AWS とかできるようになったっていう、まあ、経験、そこなんですけどね、になりますので、まあ、こういった形でテラフォーム使うのもいいかなと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。